佐賀競馬パッカルジョッキーインタビューこんにちは、新コーナー・青木里奈です。佐賀競馬パッカルジョッキーインタビュー。この番組は、佐賀競馬所属の騎手を毎回お一人お招きして、ねほりはほりお話を伺うコーナーです。第十四回目の今回は、南谷慶也騎手にお越しいただきました。南谷騎手、よろしくお願いします。お願いします。 それでは最初に南谷契約室へいたしました南谷契約室のプロフィールをご紹介いたします1986年9月8日生まれの32歳福岡県のご出身です2004年5月2日に佐賀競馬場でデビューされました現在の成績は3月14日現在地方競馬通算4578戦359勝です さあそれではお話を伺っていきたいと思います初めましてよろしくお願いいたします,ししますえ皆さんにここであのプライベートのお話お休みの日の過ごし方のお話をまずお聞きしてるんですがなんかお休みの日にこういったことやってるよっていうことありますかまあ子供と朝ランニングしたりとかですね、うん、お,お子様とランニング <coughs> お休みの日にですかそう。お休みなのにトレーニングというかしっかりと走るみたいなたまには <laughs>、えー、え、じゃあ お子さんと一緒に走られるとどのどのぐらいというかどの辺をどういう風に走られるんですか。まあ近所にグラウンドがあるんで、そこの外周をちょっと十周ぐらいを走ってます。十周ぐらいグラウンド走られるんですか。そうですね。ってことは何キロぐらいですか。三四キロぐらいはあるとは思うんですけど。お,お子さん大きいんですか。は小学二年、ね。小学生ですか。そんな長く走れるんですか。 なんかこう、専門でこう、クラブに入ってたりとかしてまあ中学、自分は中学校ぐらいまでは陸上部をやってたんでじゃあそれを見てというかお子さんもそれでっていう感じですかねそうですね,ですね <laughs> 多分,多分 <laughs>、えー、じゃあ一緒に走られる時は何かこうお話しされたりとかどうですかまあ、子供は苦しがってたみたいなんで <laughs> 黙々と走ってる感じですね <laughs> 一生懸命えでも お子さんの方がやっぱ走れますかそれでもお父さんの方が南谷石のほがまだ自分の方が走れるですかねやっぱそうですよねよかったよかった <laughs> まだお父さんの顔はね保たれてますねどうにかあそうなんですねじゃあ運動はお好きですか今は、うん、昔は好きだった好き。すけど今だいぶ落ち着いてきて、うん、だいぶ動かなくなったっすね,そうですねお仕事でじゃあもう乗るぐらいっていう感じですねそうなんですねでもむ一緒にあのお子さんと一緒に走られるの 楽しいんじゃないですかちょっと嬉しいというかお父さん的には、まあ、たまにはいい気分転換にもなるしいいかなとはあ,あ、そうなんですねいや、その他にじゃあランニングしたりだとかもうランニングって言ってもこう朝走ったらその後ゆっくりまだ時間があると思うんですけど何されてます、まあ、ゲームしたりゲームあとは飲んで寝たり <laughs> 飲んで寝たそこは大人の部分でしたね <laughs> ゲームもされるんですかそれもお子様と一緒に、まあ 時間が合えば一緒にやったりはしてるうん、うん。へえ、な何のゲームをしてるか聞いてもいいですか。マインクラフトとかですね。今ねブームですからね。楽しいです。うん奥が深いですかね。本当ねあの私もちょっとやったことあるんですけど、眠れないぐらいになりますよね。ねちょっとね制限しないとね。えじゃあ王城作ったりとか。そうですね。村作ったり。村作ったり <laughs> ゾンビに襲われたりしてないですか。 そっちですそうですよあなんかちょっと意外な一面ですよねそういったねゲームもされるということでその他じゃあ飲んで寝るってことはお酒飲んだりそうですね好きなお酒があったり最近はビールばっかりですね<ー>最近はということは昔はなんか、まあ焼酎とかの方が多かったですけど、うん、今はビールばっかり<ー>それなんでですか なんとなく、<laughs> 気づいたらビールばっかりになってたみたいな。そうすね、お家で飲まれることの方が多いですか。家。の方が多いですねうんうん、うん。晩酌してっていう。晩酌してうん、うん。お家の方がやっぱりリラックスできますか。そうですね。そうですか。お子さんもいらっしゃいますからね。<laughs> <laughs> そうですよね。いや、でも、ちょっと小煩悩な一面というか。 そんな気がし出しますけれどもこれからもあのファンの皆さん応援してくださると思いますよろしければご覧のファンの皆様にもメッセージをいただけますかこれこれからも頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします今日お話ありがとうございましたまたいろんなお話聞かせてくださいまた来てくださいね <laughs> <laughs> ぜひ来てくださいよお待ちしております 以上佐賀競馬第14回パッカルジャッキインタビューでした次回の登場は村松翔太騎手ですお楽しみにそれでは皆さんさようならよろしければ一緒に手を振っていただたいて<し>ありがとうございます